見せてもらおうか。伝説のスーパーユーチューバーの性能とやらを。奴が来たんだ。売れない芸人20年のウェルダン・ホズミだ。ということですね、今日はですね、ビジネス系の話ということで、通常の3倍のスピードでビデオを見れる、まあ3倍以上なんですけども、で、ビデオを見れる便利な機能の紹介ですね。これはまあ多分ご存知の方もいらっしゃると思うんですけども、Google の Chrome っていうブラウザーありますよね。あれで、ですね、スピードコントローラーって検索してみてください。そうすると拡張機能でスピードコントローラーっていうのが出るので、それを、パソコン版ですよ、ダウンロードしてください。そしてインストール。これいかにすごいかっていうのが分かるんですけども、私ゲームの実況動画 YouTube でそれで30時間あるゲームの動画10時間もかからずに見終わりました。このビデオコントローラー何がすごいかって、Chrome、その Google の Chrome で動かせるビデオだったら全部速くできるんです。しかもその速くできる速度が4倍とか5倍までできるんですね。さすがにそこまで速くする必要はないんですけど、しかもね、だけど速くできるんです。で、全部ワンタッチ。ショートカットっていうのが用意されてまして、ノートパソコンで僕はやってるんですけども、キーボードの Z と X を押すと10秒ずつ飛ばせるんですよ。10秒、10秒、10秒。1回押すと10秒。ピッピッピッピって10秒。だから、戦闘、RPG のゲームですよ。僕、戦闘シーン始まったら、長いなこれ、この敵多分2分ぐらいで倒せるなと思ったら、ピッ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 12回ぐらい押すと、もう終わってるんです。で、ゲームってプレイ中も技出したりとか、喋ったりとかするじゃないですか。だから、そういうのも見たい場合は、早送りじゃなくて、倍速にすればいいんですよ。速度を変える。これも、その上にある2つのボタン、要するに Z と X、S と D を押すと、S だとゆっくりになって、D だと速くなるんです。1回押すと 0.1 倍速くなるんですけど、ピピピピピピってやると2倍、3倍速くできる。どうでもいいし、どんどん早送りにして、一気に僕エンディングまで見たら、本当に通常の3倍で見れます。ゲームやる時間僕なくて、自宅待機でみんなゲーム実況やってるんですけど、さすがにそんな時間もなくて、僕こういう風にゲーム、YouTube の動画を編集したりしながら、見てました。見ながら、エヴァーノートで書き物とかしたりして、これが通常の3倍でビデオを見られる、Google Chrome の拡張機能、スピードコントローラーで検索してみてください。Chrome スピードコントローラー。あとはわかると思います。そしてこれ使うときにぜひ、ここが結構重要なポイントですが、キーボードのショートカットで操作してみてください。あっという間に早く遅くできます。これ、YouTube の、例えば、アプリケーションの中で、ピピってクリックしても早送りとかできるじゃないですか。そんなのより圧倒的に早いです。早いし、便利だし、スピードのコントロールももっと自在です。ということで、手短でしたが、ビデオコントローラーの説明でした。通常の3倍、諸君たちには期待している。チャンネル登録で私の同志になってくれ。